はい、じゃあね、早速、インプレしていきたいと思うんですけど、まず最初、CX200 ツアー、18×20 リン・アンダーソンモデルですね。まあ一番右なんですけど、まあどう考えても私には、どう考えても、辛すぎて使い切れないだろうというスペックと。で、真ん中、CX200、98インチのモデルですね。で、一番左ですが、CX200 ツアーですね。95インチのモデルになります。まあ割と、ベーシックというか、まあ大人の皆さんが使ってみたいなと思うところじゃないですか。まあ 18×20 使いたいなっていう、まあ相当な、方だと思いますけども、こちらの方ね、ストローク、サーフ、ボレーと打ってみたいと思います。で、ついでなんでね、ちょうど今、強敵くんアシスタントで来てもらってますんで、こちら、CX200 の、旧モデルの方ですね、そのツアーになるんですけど、95インチの旧モデルの方も一緒に打ってみて、まあ、新作との違いなんかを、比較してみていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。これ気になるんじゃないですか？旧モデルとのね、比較っていうのはね、ガンガンやっていきますんで、よろしくお願いします。はい。というわけでね、まずは、旧モデルの CX200 ツアーですね。こちらの方の、打ってみてるストロークの映像をご覧いただいてるんですけども、ここからですね、僕の方でね、やっぱりこの辺の比較が気になるなっていうのを、まあ、3本、2本ぐらいずつチョイスして、ストローク編と、あとボレーとサーブ編ですね。そちらの方、動画見ながら解説していきたいと思います。で、まあ、旧作の CX200 ツアーなんですけど、まあ、以前にも打ったことがあって、まあ、強敵くんの、愛用モデルなんでね、まあ、たまに借りてみたりなんかもしてて、まあ、やっぱり非常にまとまりのいい、ラケットだなと、僕の中では思っていて、で、結構ですね、この旧作なんですけど、まあ、僕の周りっていうか、まあ、どこに行っても、なんか1本ぐらいはいるよなっていう印象があるラケットですね。すごく人気のあるモデルですごい売れたんじゃないですかね。すごくなんかいろんなところで使用者の方、たくさん見かけるなっていう印象ですね。まあ、僕の中ではね、ちょっと、打球感少し固めだなーって、まあ、これツアーなんでねっていうのもあると思うんですけども、少し打球感固め。だけど、しっかりしばいて打つことで、すごい、コントロール。こっちに飛ばしたい、あっちに飛ばしたいっていうのをすごく実現してくれるラケット。まあ非常に取り扱いがしやすくって、まあ僕の中でもすごく、まあ、いいラケットだよなぁと思ってた一本ですよね。まあそれが、まあ、新作になってどう変わっていくかっていうのもね、ちょっと旧作の旧 CX200 ツアーのね、打球感なんかも手の中に残しながら試していってみてます。で、次がですね、同じモデル、2021年発売の CX200 のツアー、同じ95インチモデルのやつですね。いや、これね、まあ最初打ってみて一番最初驚いたのは、まあ明らかに打球感が、まあ柔らかいっていうんじゃなくって、シンプルに体に対する負担が小さいっていうふうに僕は表現したいなと思うんですよね。打球感柔らかい、硬い柔らかいで言ったら多分打球感そんなに変わらないんじゃないかなと思うんですよね。っていうのは、まあ、打ってても別にこう体への負担が、体への負担はものすごく新しいラケットの方が小さいんですけども、古い方と新しい方とで、なんていうかな、打ってる時のこう打球感のはっきり具合っていうか、こう、パーンって弾いたって、スピード乗せて飛ばしたいっていう時のその力感っていうか、スピード感っていうかは、そんなに大きく変わらないんじゃないかなと思うんですよね。ただ、体にかかる負担っていうのはものすごく小さくなってて、打球が柔らかくなったというよりは、すごく楽にそういう打球が打てるようになった。体の負担小さく打てるようになった。打球が軽くなったって言ってもいいと思うんですよね。すごく振り抜きやすくなったんじゃないかなと思うんですよね。なんで、まあ、CX200 ツアーって95インチで、まあ、ちょっとハードヒッターモデルなんで、まあ、僕ぐらいのスイング強度だと、旧作はね、ちょっと硬くって、
なんていうかな、持ち味を出し切れてない感じがあったんですけど、まあ、新しい CX200 ツアーの方が、まあ、割と、まあ、振り抜きがより良くなってる分ですね、僕ぐらいのスイング強度でも持ち味出せてるなっていう気はしてます。でね、やっぱりこのねスピン量はね相当違うんじゃないかなと思いますよ。すごく軌道を高く高くすることができて、CX9 の CX200 ツアーと割と直線的なボールが多かったんですけど、新しいね、CX200 ツアーの方は、割と軌道高く打って、ネットの高いところを通して、ちゃんとコートに収め続けることができるんで、かなりね、回転かきやすかったなっていう印象がすごくあるんですよね。それでいてスピード感とかパワー感そんなに変わらなかったような気がするんですよね。で、CX298インチのモデルの方ですね。こちらの方、今度はストロークの方をご覧いただきたいと思います。でですね、さっきの軌道を高くできるっていう話なんですけど、まあ回転をかけやすいっていうイメージが僕の中にあるんですけど、これね、今回の CX シリーズ全体に言えると思いますね。まあ特にやっぱり CX200 ツアー、CX200、まあ、CX200 ツアーの 18×20 はまあちょっとあれなんですけど、あと CX400 とか、あ、400ツアーですね。とかですね、その辺については、まあ、しなりが強くなってる分、まあ、パワーロス感とかそういうところが出るかなとも思ってたんですけども、まあ、その辺がフレックスブースターっていうね、テクノロジーによって、面ブレとか、パワーロス感っていうのもなくて、それはね、本当になかったと思いますね。旧作と比べても、しっかり、思いっきりスピードを乗せたいっていう時の反応性は非常に良くって、スピードを乗せてくれるし、まあ、それでいて、スイング強度強めに振れば振るほど、なんか、スピンがかけやすい。これがね、もしかしたらこのしなりを強くした効果なのかなと思うんですよね。なんかボックス形状の割としなりが強い系統の、ラケットっていうのは僕の中でですけど、ある一定のスイング強度以上になると、まあ、急激にしなり戻りがすごく良くなるのか、まあ、それのおかげかすごくスピンがかけやすくなる、すごくパワーを生み出しやすくなる、まあ、そのしなり戻しがパワーに乗るラケットもあれば、それが回転がかかる方向の、なんていうんですかね、スイング強度につながっていくっていうような感触があるんですけど、まあ、特にこの CX200 ツアーはね、ちょっと僕のスイング強度では、ちょっとそこまで引き出すのが難しい。まあ、できなくはないんですけど、それをやり続けるのは難しいっていう感じなんですけど、この CX200 あたりは僕ぐらいのスイング強度でもそれがしやすい。なんで、全体的にね、ものすごくスピンがかけやすい。CX シリーズの、まあ、しなりが強くて、コントロールをしていくっていう、そういうシリーズの、特徴なのかなと。で、今回の CX シリーズはね、そこがすごく優れてて、まあ、さっきから言ってるように回転がすごくよくかかるようになったなっていうのと、それでいてスピード感とかパワーロス感ないですし、でね、これね、僕ね、一番感動したのがですね、今回コントロールザゲームっていうのがテーマじゃないですか、CX シリーズの。そのコントロールザゲームっていう意味をね、この CX200 から CX400 ツアーあたりはね、すごく体感させてくれたんですよね。っていうのは、まあ、コントロールっていうのは、まあ、僕の中で誤解してたなっていうのは、まあ、コントロールって要するに、僕が思ったところにボールを送れるっていうのがコントロールだと思ってたんですよね。だけどね、実際コントロールザゲームっていうのはそうじゃなくって、ブログとかでもすごく熱く語らせてもらったんですけど、自分が狙った球種を自分の狙ったポイントに落としていくことができる。だから言ってみれば、回転すごく強めのトップスピンであそこに落としたい、回転すごく強めで高い軌道で打ったボールをあそこに落としたい、で今度は回転ちょっと抑えめでスピードのあるボール、軌道低めのボールであそこに落としたいとか、そこまでがコントロールしやすいっていうのがこの CX シリーズの特徴だなっていうふうにすごく僕は思ってますね。だからそこまでやって初めてやっぱりコントロールザゲームなんだと思うんですよね。だから相手を自分の思い通りにこう、なんていうんですかね、振ってみたりとか動かしてみたりとか、自分が思った通りに相手が崩れて自分が最後にポイントを決めていくみたいな、
そういうとこまでで、あ、コントロールザゲームなんだなっていうことをすごく強く感じたのが今回の CX シリーズ、まあ、最大の特徴だったなと僕の中では思ってますね。ストロークでそこまで感じることができたのですごく楽しかったですね。で、最後に、CX200 ツアー 18×20、まあ、いわゆるアンダーソンモデルと呼ばれるところなんですけども、まあ、さすがにね、ここまであの、ストリングパターン 18×20 で、厚さ 20.5mm で 315g ですか。ここまで来るとね、まあ、さすがに、まあ、僕ぐらいではですね、ちょっと、なんていうんですかね、持ち味を引き出すにはちょっと至らなかったなっていうところなんですけど、ただね、まあ、思ったよりしんどいっていう感じじゃなかったですね。まあ、自分でちゃんとボールに入ってスイングができる時であれば、こうやってボールね待って打てる時であれば、まあ、割とその持ち味を引き出すことができる。ただ今みたいにちょっと振られた時とかそういう時には、まあ、やっぱりいつも通りっていうか自分の一番いいスイングができるわけではないので、まあ、ちょっとそこだと、まあ、なんていうんですかね、そのラケットの持ち味を十分引き出すことができなくって、まあ、ちょっとスピード感であったりとかスピンをかける感じであったりとかっていうのがちょっと、まあ、うまくいかなかったなっていうイメージはありますね。あとですね、僕 CX200 ツアーと CX200 この2つを使ってる時、ちょっとバックハンドの感じがね、いまいちちょっとつかめなかったんですよね。まあ、僕バックハンドやっぱりね、スピンを強くかけるっていうのはあんまり得意じゃなくって、まあ、ちょっとフラット気味っていうかそういう感じで飛ばしてしまうんで、どうしてもこう、ラケットの方にパワーがある感じ、ラケットがこうボールを飛ばしてくれる感じのラケットの方が僕のバックハンドってすごく飛ばしやすいっていうイメージなんですけども、このね、アンダーソンモデル CX200 ツアー 18×20 今打ってる3本の中ではバックハンドが一番良かったですね。僕のバックハンドを一番僕が打ちたいようにコントロールしてくれた。だから割とこうフラット気味に飛ばすっていうのが得意な感じなんですかね。これね、このラケットでスピンかけるっていうのはね、やっぱりもっとボールを潰してって面圧かけてね、ボールを潰してってそこからグリ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 って回転かけるような、まあ、それこそ本当にスイング強度すっごく強い、まあ、プロとかねやっぱりそういうの求めるんでしょうね。そういう感じの、まあ、なんでちょっと僕には取り扱いしづらいな、まあ、これをしっかり使っていくってなると、まあ、ちょっとフラット気味で軌道低めのボールを打ち続けなきゃいけないんじゃないかなっていう感じがして、ちょっとしんどかったラケットですね。てな感じで、詳しい内容はブログの方でね書いてますんで、でブログの方はこの3本詳細のラケットのインプレもしてますんで、ぜひブログの方もご覧ください。ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。ではまた。